けど全然修正しきれてないじゃないですか。で、機体下がって下から入ってきて今頃になって右に全部入れたってもう動くからね。さて、勝利監督インタビュー、ポポビッチ監督に来ていただきました。まずは、勝利、率直な感想を聞かせてください。もう、手のいいよ、まだにやられて、やられなくて、あーあーってなっちゃった。今日冷たい。あ、よかった。Ja se bojim bilo šta da kažem da ću da pohvalim ovo što su oni rekli na terenu. Ima hondo i dolna komentu mo srnimo ne. Izolački naj, それぐらいの言葉が見つからないような試合をですね、してくれました。いや、本当に3対0、本当に気持ちいい勝利。久しぶりだななんてちょっと思いますけど。Najteže je imati lep futbol, ko što ga mi igraju pobeđivati, mi to radimo već neko izvesno vreme, ja mislim da ćemo raditi i dalje, da nema razloga da stanemo i želim da date jedan veliki, veliki aplauz ovim momcima, jer danas ovaj futbol što ste vi gledali, ne mogu da gledaju ni u J ligi i mnogo više plaćaju, a vi ste danas moju priliku da uživate.本当にですね、こういう内容がある試合、魅力的なサッカーをしながらですね、勝利に結びつけるっていうことは一番難しいことなんですけど、ただ私たちは継続して、それに、トライしてきましたし、で、そういう試合を何試合も、ね、実現してきました、まさに今日の試合もそういう試合になりましたし、皆さん来ていただいた皆さんもですね、J リーグを見に行かずに、こちらに、来ていただいたおかげで楽しい試合をお見せすることができたと思います。に向けてサポーターの皆さんにメッセージを。どうぞ、ポルカ。ポルカ、ja još jednu stvar sam zaboravio da kažem. A, da bi bila dobra utakmica, morate imati i dobrog protivnika. Mi smo danas imali odličnog protivnika, bili smo bolji, lepo smo igrali, ali želim sljedeću utakmicu da budemo još bolji. Nećemo do kraja da vam pokažemo sve, da biste vi dolazili iz utakmice u utakmicu, da vas bude više. I hoću da čujem još jednom, bravo! こういう試合内容、いい結果になったのですね、相手が強かった頃からですし、本当にそういう相手をですね、相手にしっかり内容と結果っていう両方をね、得たことに対して、満足しています。皆さんもですね、毎試合少しずつでも一人でも多くのですね、サポーターの皆さんに、スタジアムに足を運んでいただいて、またいい雰囲気を一緒にですね、作っていきましょう。最後に一言言わせてください。ブラボー。ありがとうございました。この企画でした。さて、続いてヒーローインタビューに行きたいと思います。橋野選手に来ていただきました。今日は本当にたくさんのお客さんが来ていただけたので、まあ、こういう僕たちが目指しているサッカーを少しでもお見せできたと思うので、いや本当に嬉しいです。ごめんなさい。ありがとうございます。素晴らしいゲームだったと思います。ご自身で感想を一度振り返っていただけますか。お願いします。前期はアウェーで、いや本当に悔しい5失点してるんで、負けるわけにいかなかったので、まあ、無視点で抑えれて3点取れたのは本当にチームの力だと思います。ありがとうございます。それではサポーターの皆さんにメッセージをお願いします。まだリーグ戦まだたくさんあるので、またポポビッチ監督のサッカーを少しでもいい形で試合できるように頑張るので、あの方々も少しでも多くの見に来てください。